大村桜の川上桃葉です。花勝負の川崎かなみです。20代目となる大村フラワー大使です。大村市職員の川上桃葉さんと半導体関係の仕事をしている川崎かなみさん、市を代表する花大村桜と花勝負のイメージに合わせ16人の応募の中から選ばれました。新幹線の駅もでき、豊かな自然と利便性が共存する大村の魅力を県の内外に華やかに発信します。嬉しすぎて涙が出たのを覚えてます。県外の方や皆様にお伝えしたいと思っております。大村桜のように見ている方々を笑顔にできる大使になりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。大使の任期は1年間。2人は今月24日の大村桜祭りで市民にお披露目される予定です。